あ、いや、これは抜けるか。抜いた。よっしゃ。おお、箕面できました。はーい。ねえ、今勝の IK スピンジャーク。これでね、土浦バス釣れましたよ。ねえ、針がね、ピンシャンの針がついてるから、ちっちゃいバスだけど、サクッと刺さりましたよ。はい、これにも刺さった。はい。こんな感じでね、春の土浦港楽しめております。じゃあ逃がします。今ねお昼前の時間帯でワームでもなかなか釣れない状況なんですけども、まあ曇りでちょっとねなんかミノーとかもいけるんじゃないかなっていうことで、フルソリッドの、ね、デュナミスの竿にスピニングの4ポンドラインでこんな感じ、ね、で釣れました。まだねちょっとねサイズも出るときは出るからね、これ頑張って投げてみたいと思います。はい、来ましたよ。ベイトフィネスのタックルでね、これ今勝の IK スピンジャーク、ね、後ろ針にようやく追いついて食ったみたいな感じですね。針がねいい針がついてるからクククッとね食ってくれたね。ありがとう。はい、IK スピンジャークで小松くんね。いやさっきからちょっと当たった感じとかがあってね、何かなと思ったらこいつがねちょっかいを出してくれてましたよ。はい、釣れてくれてありがとうさん。ありがとうね。はい、カズ釣りルアーですねこれは。ね、順調に、たまにでかいの反応しないかなと思ってるんですけども、見えますか、こんな感じで岸を向いて餌を待ってるバスがいて、このねリアルな感じだからパフッとね食いついてくれちゃう。はい、ありがとうね。こうね見えバスに見えたらねじーっと見るんですよね。だからチュンチュンとジャーキングとかトゥイッチングで思わず食っちゃう感じみたいですよ。